てマーシャル諸島共和国元上院議員ロンゲラップ島民女性クラブイジュ・イン・エアン代表のアバク・アンジャイ・マリソンさんからマーシャル諸島の島民の被害について報告をしていただきます。お見せする映像はロンゲラップの被爆者の皆さんです。ではアバカさんよろしくお願いいたします。At the outset, I wish to express my sincere gratitude to the Gen CEO for the invitation to attend this very important gathering. It's an honor to be here, and let me tell you, this time around it wasn't easy to get here. And before I continue, please allow me to convey warm greetings from the Ronglabis women. Yakkoe, 皆さんこんにちは。この重要な集会に招待してくださった元帥教に心からの感謝を申し上げます。参加できて光栄です。今回来日することは簡単ではありませんでした。ロンゲラップの女性たち、特にもうわずかしか生存していない核実験の被害者からの心からのご挨拶を申し上げます。私の国では本日核被害者追悼集会が開催されました。核実験の被害を受けた4つの環礁、ビキニ、エニメトク、ロンゲラップ、ウトリックの代表や NGO、マーシャル大学の学生たちが参加する調整委員会が政府と協力し、公式行事や核兵器に関するシンポジウム、平和行進を組織しています。また今年はマーシャル諸島の24すべての環礁と島から青年が集い、核実験の遺産を歌にしたコンサートが初めて開催されました。さらに今日は世界中の女性が祈りを捧げる日として重要です。女性のための祈り国際デー、今年のテーマは集まろう準備は整ったです。いろいろ解釈ができますが、皆さんと共に今日ここに集い成し遂げようとしている目的に合致する意味を持っていると私は受け止めています。ビキニデーとは私たちにとって多くの感情が湧き上がる日です。この日世界は大きく変わりました。65年前の今日起きた出来事によって何千もの人が亡くなり、生きながらえてもモルモットとして扱われた被害者たち、苦しみながら移住を余儀なくされた家族や友人たち、平和と安全が危うくされたことを私たちは決して忘れてはなりません。亡くなった私のいとこネメヨワゴンは3月1日のブラボー実験について証言を残しています。すべてはロンゲラップ環礁で彼女が14歳の時に起こりました。その朝ネメヨは雷鳴のような爆音に驚き飛び起きました。それはロンゲラップから94マイルしか離れていないビキニ環礁で行われた13メガトンの水爆実験によるものでした。一体何が起こっているのか彼女も他の島民も全く分かりませんでした。この水爆は広島と長崎に落とされた原爆の1000倍もの威力を持っていました。ネメヨの子供時代は幸せでした。友達と遊んだり年長者として友達を率いて食べ物を集める仕事をゲームのように楽しんでいました。まさにその日も彼らが食べ物を取りに行っている時に白い粉が空から降ってきたのです。それは雪のようだったので彼らはそれを口に入れたりしました。その後口の中は火傷し焼けるように熱く痛くなりました。しかし依然として何が起きたのか全く分かりませんでした。核の毒が土地をむさぶり人々の生活は一変しました。すべての子どもたちは体の変調に泣き叫んでいました。当時島にいた85人の子どもと大人たちは下痢、嘔吐、体の歪みと痒みと痛みに苦しみました。レメオの人生が永遠に変わってしまったこの日から彼女は二度と人生を謳歌することができなくなりました。彼女の健康、体、尊厳はズタズタにされアメリカの軍人が言う
全人類の幸福のためのモルモットとして扱われたのです。メメオの人生は年を重ねても決して良くはなりませんでした。甲状腺を切除する手術を行い流産を何度も経験し、昨年2月19日に亡くなるまで薬を飲み続けなければなりませんでした。米国エネルギー省は彼女を研究対象として扱い続けたのです。レメオは3月1日マジロに埋葬されました。彼女は人権擁護の真の提唱者であり、平和と命を守る闘士でしたが、とても謙虚な人でした。彼女の願いは核兵器の完全廃絶でした。マーシャル諸島政府は核兵器禁止条約にまだ署名も批准もしていませんが、最近設置された政府の核問題委員会によれば、これは意見の相違によるものではありません。保留の決定は単にふさわしい時期を待つという政治的な理由によるものです。マーシャル国民はアメリカと結んだ自由連合協定に基づき、同国への自由入国、より良い医療、教育、福祉の機会を得ることができるなど、多くの利益を得ています。連邦政府の資金提供、教育、医療、インフラ支援など自由連合協定による経済支援が2023年に期限が切れるまであと4年あります。マーシャル諸島政府はアメリカに対し新たな協定を結ぶ提案を検討しており、その中に核の問題も含めようと考えています。核問題委員会の役割はマーシャル諸島の核の遺産を監督することです。正義を追求するための国家戦略と行動計画作り、データや報告、ジャーナルと研究文書、過去、現在、未来の核兵器プログラムに関する裁判の判決などの保存、大統領への進言などの活動を行います。人権と正義を追求するための行動と努力をさらに発展させようと、マーシャル諸島政府は国連人権理事会へ加盟するため、その支持を求めて昨年新たな国際キャンペーンを立ち上げました。この夏ジュネーブにマーシャル諸島共和国の大使館が公式にオープンします。私たちのような小国がジュネーブでの存在を確立しようと勇気ある行動を起こしています。これは世界平和のため私たちが引き続き努力をする決意の表れです。決して諦めません。私は世界で最も広い礁湖を持つクワジェレン環礁のイバイで仕事をし生活しています。そこは米軍基地であるロナルド・レーガンミサイル実験場から4マイル離れたところにあります。定期的にミサイルはカリフォルニアのバンデンバーグ基地から発射され、クワジェレンの礁湖に着弾しています。実験の後いつもクワジェレンの島民は気分が悪くなったと訴えています。クワジェレン環礁の礁湖は雨水排水路から流される PCB や鉛、高濃度の化学物質で汚染されています。魚と海洋生物は汚染されていますが、イバイの人々はそれらを食べ、特に子どもや弱い人々の健康や生活が危険にさらされています。魚介類はタンパク質を取る主な食材ですが、人々は輸入食料に頼らざるを得ず、それによって糖尿病や心臓病、他の成人病が増加しています。アメリカエネルギー省は今年クワジェレン環礁の礁湖に存在するプロトニウムを再評価する予定です。最初の調査は1960年代に核被害補償裁判所の保証申請担当者、今は亡きビル・グレアム氏が中心になって行われ、とても高い値のプルトニウム汚染があることが明らかになりました。マーシャル諸島政府はこの再評価の結果を知りたいと思っています。クワジェレン環礁のクワジェレン島の対極にロンゲラップ島民が避難しているメジャット島があります。島民は引き続き苦難と孤立の中で暮らしています。メジャットで獲れる魚はほんのわずかです。今週マーシャル政府は
海水を水に変える浄化装置を取り付けようとしています。というのもメジャットに干ばつの被害が生じているからです。今年11月マーシャルでは国政選挙が行われます。ロンゲラップそしてマーシャル諸島全体の将来が決定されます。ロンゲラップの再定住計画、特にロンゲラップ島に帰島する島民の住宅建設は現在中止となっています。いろいろ理由がありますが、信託基金がアメリカによって大幅に削減されたこと、そして最近の会計監査報告によればその資金の乱用があったことが明らかになっています。ロンゲラップや被害者に対するアメリカの援助や補償は全く新たな進展はありません。 The theme this year is very forward looking and empowering, and I congratulate the organizing committee here. 今年のビキニデーのテーマはとても将来を見据えた私たちを力づけるものです。実行委員会に対しこのテーマの設定に賞賛を送ります。私たちの運動を持続させより強力なものにするためには青年を巻き込むことが重要です。というのもマーシャルではインターネットやゲームに比べると核兵器問題への関心は低いですが、それでも私は最近変化を感じています。青年が被爆地域の出身でなくてもこの問題に関わろうとする傾向があるからです。マーシャルには青年は私たちの国の未来だということわざがあります。青年を育てれば私たちの目標もいつか近い将来達成することができるでしょう。その頃核兵器は重要な問題ではなくなっていることを期待します。私がマジロの空港に向かっている時、ロンゲラップの最も年長者でありブラボー人権の被害者であるネルジェ・ジョセフと話をする機会がありました。彼女は皆さんに心からの役声と愛を伝えてほしいと言いました。そして皆さんのマーシャルに対する友情と活動に感謝していると言っていました。原生協に対して感謝の言葉を申し上げて私の発言を終わります。